下にこんないるんだね。下にジャムをやっといてのみたいな。新作のスタバが出たんでね、はい、買ってきました。前回僕はここのこの動画ずっとここに流しておきます。あ、はい、今流れた動画を見ていただいて、はい、いちごカフェいちごオレのやつ、そうそう、いちごまさにいちごオレのやつがそのこれの味とすごく近かったのかっていうのを、ね、あ、なるほど、ちょっと調べようと思って、これです。こういう、おいしそうじゃない、全然違うじゃん。美味しそうじゃない。いや超うまそうだよそっちは。下にこんな入れんだね。下にジャムをやっといてのみたいな。こうだよね。これうまいでしょうね。ああそうか。全然うめえわ。いちごの方が強い。そりゃそうでしょう。俺は牛乳の方が強くなっちゃったんだよ。うん、ストロベリーディライトフラペチーノ。もういちごが入ってくるの口に。勝手に。そう。いや許可なくだよ。いや、許可取られても気持ち悪いよ。あー、またそのいや、もう夏これだ夏はこれだ無理だ。もう最近タツバ評価は低いですよね、最近ちょっとじゃあ飲んでよそのかき氷と何が違うのって俺聞こうと思ってたんだよ。こっちの方が美味しい。あー、そう違いといい。ストロベリーが全然強いわ。ねえ、これすげえうまいわ。こんなうまいね。みんな飲んでみて。この酸味がいい。この酸味がいいね。そうそうそう、夏にそう、うん、夏に夏ってさ、社長、はい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 、あおおおおおあ、すまんなすまんな、たまにやってるから気をつけて。はい、それではね、今日はこの後にこの間ね、つい最近野間さんが遊びに来たの。あら、野間さんと遊んだ時の動画を。はい、こんにちは。ですね、今日はですね、その僕らの事務所に家族で来られた方って今まで一人いないんですけど、野間チャンネルの方のね、野間さんファミリーの方にね、のどうもお邪魔しております。ちょっと見えるんですけど、お腹が空いたかな。すごい、これはまさかスマッシュマーク。ブラジルのタルトなんです。しょっぱいしょっぱいというか、鶏肉のタルト。鶏肉のタルト、そうです。そう、おやつじゃないですね。おやつじゃないです。お茶はね、ケンちゃんの勝手に飲みます。ごめんなさい。いや、動画で言うなよ。面白いですね、これはね。うまいですかね。味、まだ味見してないですか。うめぇー、わかるぞ。どういうことですか。なんかね、いや、俺食ったことない。ピザ、ピザにみたいな感じの。正式名称なんていうの。トルタサウカートシフランクなんだけど。あ、うまい。美味しいですか。よかったです。でもなんか香辛料かな。メキシコですね。でもメキシコに近いかも。タコスっぽい。タコスっぽいね。ピザっぽい。タコスの香辛料入ってるかも。入ってますね。やっぱそうですね。いや、美味しかったですね。ごちそうさまでした。はい。今ね、信じられないことが起きてるんだけど、その僕らの言語とは別の言語で喋るお子さんがいたんですいや、どういうこと。日本人でしょ。いや、日本人なんですけど、その子は別の言語、トントントン、ツートントントンとかいうので、達也くんが表現できるんですよ。この達也のちょっと Y はわからないみたいなんで、 Y だけ Y って言って言ってもらうんですけど、ちょっとじゃあちょっと言ってみてもらっていいですか。はい、行きます。ツー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 で Y でツーツー今ので達也です。つーつーつーで達也なんですよ。今動画見てる人はさ、何をやってるのか分かんないから、一応もう一回紹介してもらっていいですか。今のところ日本語じゃない言語を喋る子供ってなっちゃってる。モールス信号っていう信号があるんですけど、はい、昔ではインターネットがなかった方に何か通信手段としてありました。大塚ちょっとやってもらっていいですか。つー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 。長いわ。覚えてきてほしいのが、覚えてきてほしい。マラボイとかでなんかそうなった時に SOS ある。ありがとう。これ簡単なんですよ。トントンツーツーツートントントン。あ、3個3個3個。はい。トントントンツーツートントントン。今日授業ありがとうございます。何でしたっけ、これがぜひ覚えておいてほしい。ぜひ覚えておいてほしい。これはだから遭難した時に、何かあった時にトントントンツーツーツートントントン。これで SOS なのね。いいね。まだありますからね、ここにモールスありますからね。ありがとう。ケンちゃん来た途端に
誰モールス教えてくれたの。野間さんのやつが全部終わりました。それではまたね、バイバイ。ストロベリーディライトフラペチーノでした。